なんでずるいよ。私がなんでなんでしたい、なんでなんでされたい、みんなにみなりもしたい。黒影おじい様は言ってくださいましたユミ、美しい月になれ、お前ならなれる。月は光を浴びて輝くもの、私一人では月にはなれ、でも頼りになる仲間が、輝かしい光が。黒影おじい様、ありがとうございます。私に素敵な仲間を残してくれて。妙妙たる評価、誠に感謝いたします。ホムラちゃん、どうしたの？難しい顔をして。ホムラちゃん、慣れないことをするとお腹を壊しますよ。な、慣れないこととはなんだ？私が頭を使ってはいけないのか？じゃあ、何を考えてたの？戦いとは何かだ。ほう、随分と鉄…いろいろと考えてみてわかった。勝つと嬉しくて、負けると悔しい。それが戦いだ。随分と子供っぽい結論に落ち着いたわね。バカにするな。そこからさらに考えてみたんだ。聞きたい聞きたい。嬉しい悔しいは、アスカとの一騎打ちの後に感じることだ。しかし、お前たちと一緒に何かと戦っているときは全く別の感情が湧いてくる。別の感情。私は勝敗よりもお前たちの無事が気になるんだ。お前たちが無傷なら飛び上がるほど嬉しいし、怪我をしているようだととてつもなく不安になる。つまり、私にとっての戦いはお前たちと生き抜いていくことだと悟ったのだ。今更ながらみんなに礼を言う。ありがとう、私に戦う意味を与えてくれて。ああ、日陰の目に涙が。わしは感情がないからよくわからんけど、今の穂村さんの話で目から汗が出てきたで。もうそれが涙なんだって。そういう未来も泣いてるやないか。そうよ、いいのよ、私は涙もろいんだから。穂村ちゃん、泣かせるような話はやめてください。泣くとお腹が空いてしまいますから。ほんとやね、恥ずかしいから泣かせないでほしいわ。思い切りお腹を空かせばいいさ。この島から出たらみんなで焼肉パーティーだ。お金はたんまりあるしね。その通り、みんな行くぞ。私たちの力でさっさと虹の橋を復活させるんだ。
お任せするわね。ここは任せた。ご自由にお選びください。適当に選んでよ。どれにするんだ。自由に選んでちょうだい。行くぞ。レッツブラッシュ。それでは参りましょう。5、4、3、2、1、レッツユミスプラッシュ。お前だけは許すわけにはいかん。どうしたのですか。胸に手を当てて考えろ。心当たりがあるはずだ。いえ、そのいくら考えても分かりませんが。仕方ない、ならばヒントだけやろう。はい、お願いします。ヒントは勝率。これで分かっただろう。いえ、そのさっぱり。なんと無神経な女だ。この勝利、通算勝率に加えさせてもらうぞ。当然のことだ。だいぶ虹の橋が復活してきたぞ。もう少しという感じです。まだ無駄な努力を続けている。とても忍びとは思えない言葉だな。この世に無駄な努力などない。私はそう教わってきたぞ。そんな甘い言葉にすがるより現状を見たらどうだ。個人の力ではダメ、仲間で力を合わせてもダメ。これが現実なのだ。お前たちが大きなことを言えるのはただ単に経験が少ないからだ。無知だから恐怖も感じない。もっと身の丈を知れ。その程度の力で真と戦うなどと少子戦。おのれ、言わせておけば
ですが、返す言葉がありません。よし、目標達成だ。どうする？このまま続けていってもいつ虹の橋が治るかわからないぞ。なんとなく分かってきたんだけど、あの橋一気に治すしかないみたいね。一気に？あの橋はちまちまと力を与えてもダメなのよ。ビーチボールに。そうか、ドーンと一度に大きな力。しかし大きな力とは言っても今いるメンバーではどうだと。そうだ、キリア先生とスズメ先生にも入ってもらおうよ。いや、俺が入ったところで爆発的な力にはならない。そうね、もっと伝説級の力を持った忍びに加え。伝説級の忍び？でもそんな人この島には。ここにいるぞい。その声は。そうじゃよ、あたしじゃよ。ばっちゃん、どうしてここに？命運の不穏な動きを察知していたんでね。この島に秘密裏に潜入しておったんじゃ。まあ、案の定こんなことになっちまったね。それならもっと早く出てきてくれればよかったのに。あたしはハレンチが大嫌いなのさ。またこの水着でピュッピュに巻き込まれるなんざごめんさね。まあ今はもうそんなことを言っている場合ではないがの。さゆり様、ここはぜひお手合わせをお願いします。さゆり様ではない、この姿の時はジャスミンとお呼び。あ、はい、ジャスミン様。まあいいだろう、水着で濡れ濡れなんざ性に合わないが、あんたらの真と戦う決意も分かったことだしね。だが戦うからには容赦はせん。本気でかかってこないと水鉄砲だろうと死ぬことになるぞ。死ぬことに。面白い、それぐらいでなくては意味がないからな。ただしジャスミン、こっちもその気で行くぞ。死んでも恨むなよ。脳ガキはいいから、さあかかっておいで。まだまだ若い者には負けないよ。5 4 3 2